はい、カラーファクトリーの井上です。暑いですね、今日はですね、人参ですね。人参は何年か前に一度書いたことがあるんですけども、結構難しいので今回もチャレンジになると思います。できるだけ、フレッシュな感じにできればいいかなとは思ってるんですけども、さあどう表現するかちょっと書いていますので、最後まで見てくれると嬉しいです。今日はね、12分ぐらいですね。ちょっと編集してます。じゃあよろしくお願いします。
はい、終わりました。今日動画のタイトルに、鮮度を出すには〇〇を入れるとかなってますけど、〇〇っていうのはですね、薄い青色です、まあ、早朝とかね、あと光とか、そういう感じの雰囲気が出せればいいなということで、このあたりに特に青色を感じるんじゃないかと思いますね。あとこの辺も入ってますね、ちょっと青がね入れてます。まあちょっとあんまり極端に入れてしまうと、ちょっと違和感が出てしまうので、もう若干ですね、動画ではちょっと結構青っぽく見えてるかもわかんないです、でもこの絵の原画の方にはね本当にうっすらです。でこんな濃いところにうっすらとした青が再現できるのはなぜかと言いますとですね、ラベンダーという青色を使ってます。パステル系のね、パステル系の色はちょっとね遮光性があるんですよね、遮ってしまう、下の絵柄を遮る、まあ言えばあの不透明の部類にちょっと入る、そういう性質を持ってるんですよね。でさらにそのラベンダーという色に少しだけガッシュのホワイトを混ぜてます。そうしてやると黒いところ、暗いところ、絵の具の濃いところにも結構乗ってきますね、色がね。単なる透明水彩のホワイトでしたらね、だいぶこの吸収されてしまうので見えなくなっちゃうんですけど、そういう具合でガッシュを少し足してやったり、ラベンダーを使うと、ラベンダーっていうのがねちょうどいいんですよ。朝の雰囲気にね、青っぽさの中に若干赤みが入ってるので、まあ、紫までいきませんけど、青紫の青がちみたいなね、そういう色なのでラベンダーがちょうどいいかなと、その絵の具を使って再現してます。まあこれ別に人参の風景だけじゃなくって、ちょっとこうね例えば窓辺に置いてる花にですね朝の光が当たってるみたいな時も有効だと思うんですよ。絵の具をただ単にこうティッシュペーパーか何かでこう拭き取って、この光のラインをこうよく出したりしますけど、まあ、それでもいいんですけども、その場合はですね絵柄が結構削れてしまうので、絵柄を削りたくない場合はこういう方法もありかなと思ってます。まあ、実際にはこういう光は目には見えませんけどね、あくまでもイメージですね。鮮度を出すためには薄青を使うということですね。以上でした。はい、じゃあまた次もよろしくお願いします。